こんにちは、ミスター M さん。スクワットの方、早速取り組んでいただきましてありがとうございます。このスクワットは筋トレ前のウォーミングアップにもいいと思うんですけども、なんかね、何年もね、場合によっては10年とか20年運動らしい運動をやってこなかった中年男性に結構一番最初のトレーニングとして向いてるんじゃないかなって気がするんですよ。本当にね、ジョギングもしたことがないし、腕立て伏せも何年もしてないよって方が一番最初に、あ、そろそろお腹が出てきたな、よし、なんかやってみようかなって時に30秒スクワット、じゃあまあこれぐらいはできるだろうみたいな感じで取り組んでみると、あ、結構今日よく運動したじゃん、よし、明日も頑張るぞみたいな感じでね、30秒でなんかのきっかけがつかめると思うんですよ。しかもこれ1日のうちに何回やってもいいわけですからね。で、器具もいらないし、割とすぐ取り組めるかなと。本当小さなね、例えばバスを待ってる時間とかね、エレベーターの中でとかね、なんかいろんなところでシチュエーション考えられますけども、まあ、こういった生活の中に10秒20秒単位でさっと入れれるようなね、そんなトレーニングが見つかるといいかなと今回思って紹介してみました。ありがとうございます。ではですね、今月28日、2月28日の21時から焼肉、オンライン焼肉ですか、こちらの方もよろしくお願いします。ありがとうございました。